皆さん、こんにちは。これからご覧いただきますレッドウィローダンサーズとのコラボレーション、出会いのきっかけは陽子が1994年にタオスを訪ねたことでした。はい、もうそれは魂の衝撃というか、出会っちゃったという感じで、鼓動のみんなにも会ってほしい、そしてアースセレブレーションへと願いました。私もタオスを訪ねて、そして佐渡のアースセレブレーションで彼らの自然や祖先に対する祈り、感謝、そして自分たちの文化を誇りに思う姿にとても感動しました。本当にそうでした。ベニート、そしてレッドウィローダンサーズの皆さん、この度は私たちのお誘いに応えてくださいましてありがとうございます。これからも友情を深めていきましょう。最後になりますが、アースセレブレーションにもご参加くださったお母様のサリーさん、お亡くなりになりましたこと、鼓動一同心よりご冥福をお祈りいたしております。皆さんの魂と私たちの魂が響き合うことを祈って精一杯演奏いたしました。それでは始まります。どうぞお楽しみください。Greetings from Northern New Mexico, from our home here in Santa Fe and Taos, through music, dance, in our hearts and in our prayers, we send you much love and all the great things that the universe has to offer. Many blessings. Yeah.
Hey, 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 hey
風吹きで目覚めるは心の翼、心の翼、放たれて空を舞う、空を舞う、いずこへとも夢を携え。